アルバトロスよ。大阪難波駅から途中で改札口を通らずに JR 難波駅まで鉄道で行け。大阪市にある近鉄と阪神のターミナル駅、大阪難波駅に来ています。今回は大阪難波駅から JR 難波駅まで途中改札を通らずに鉄道で移動します。こんにちは、アルバトロスです。ジェイです。大阪難波駅から JR 難波駅は徒歩で10分かかりません。どの路線を使って大阪難波駅から JR 難波駅に行くのかを考えながらこの動画をご覧ください。ホームに行くと近鉄特急火の鳥が止まっていました。今回この特急には乗りません。近鉄特急が入線してきます。今回乗るのはビスタカーと呼ばれる車両です。さあ近鉄特急に乗りましょう。この電車どこ行きなの？普通だったらどこどこ行き近鉄特急とか言うのに。今は秘密よ。近鉄特急は大阪難波駅を発車します。大阪上本町駅まで地下区間を走行します。近鉄特急は鶴橋駅に停車。近鉄大阪線を走り東大阪方面に進んでいます。今里駅を通過します。大阪市最後の駅です。近鉄特急は東大阪市にある布施駅を通過します。布施駅は近鉄大阪線と近鉄奈良線の分岐駅です。布施駅は変わった構造をしています。大阪線のホームが3階、奈良線が4階と各線のホームが異なる階にある2層式の変わった駅です。近鉄奈良線の高架が見えます。近鉄特急は南へ向け北走ります。まもなく伊勢中川駅です。伊勢中川駅の手前に中川短絡線があります。航空写真をご覧ください。線路が三角になっています。デルタ線とも言います。これが今近鉄特急が走っている近鉄大阪線です。まっすぐ行けば伊勢中川駅に着きます。実際近鉄特急はこう走ります。北から来る線路は近鉄名古屋線で、こちらも伊勢中川駅につながっています。特急火の鳥は
名古屋と大阪難波を結んでいるので、中川短絡線を走ります。こうすれば、速やかに難波、名古屋間を移動できるのです。中川短絡線が見えてきました。短絡線は左にカーブし、やがて近鉄名古屋線に合流します。一方、近鉄特急はそのまま伊勢中川駅に進みます。この辺りで電車が徐行するからか、広告が多い印象です。伊勢中川駅は大阪線、名古屋線、そして山田線の分岐駅です。中川短絡線ができた1961年より前は、当駅でスイッチバックして名古屋と難波を結んでいました。もっと前は伊勢中川駅で乗り換えでした。名古屋線と大阪線の線路幅が異なっていたからです。近鉄特急は終点賢島を目指し山田線を走っています。この電車賢島行きだったのね。ところで、賢島ってどこ？この辺りね。ずいぶん遠いのね。賢島まで行くの？いいえ、次の駅で降りるわよ。次の駅って？おいしい牛肉で有名な町よ。わかった。松坂ね。違うよ。松坂よ。座と濁らなくて松坂だよ。細かいことはどうでもいいのよ。ご乗車ありがとうございました。松坂に登場します。この駅は右側で扉は左側になります。一歩離れてお待ちください。なお4号車の前寄りによる扉がございません。4号車から降りた際は後ろ寄りの扉をご利用ください。松坂って言ってるように聞こえるよ。確かにそうね。松坂市と近鉄のウェブサイトを見たけど、確かに松坂と書いてあったよ。まあどっちでもいいってことかな。松坂駅は三重県唯一の駅弁販売駅です。松阪牛や黒毛和牛関連の駅弁が多く販売されています。お弁当売り場は改札の外にあるので今回は買えません。私を大阪難波駅から松阪駅に連れてきてくれた近鉄特急ビスタカーは終点賢島を目指して松阪駅を発車します。松阪駅の駅名表です。やっぱり松阪と書いてあり濁点はありません。これからどうするの？お気づきの視聴者さんもいらっしゃると思いますが、ここ松阪駅で JR 東海の紀勢本線に乗り換えます。ここから先は JR 東海の乗り場です。ご覧の通り中間改札はありません。13時53分発亀山行き普通列車に乗ります。紀勢本線には伏線電化区間もありますが、この辺りは非電化単線です。だからキハ25型機動車なんでしょう。多分合ってるかな。53分発亀山行きワンマン列車まもなくで発車いたします。次は論券に止まります。ドアを閉めます。ご注意ください。亀山行きワンマン列車発車いたします。近鉄では扉、 JR 東海ではドアっていうのね。ただいま。
派な架線が見えますが、これは先ほどまで乗っていた近鉄山田線です。三重県は近鉄王国と言われていますが、単線非電化の JR 紀勢本線と複線電化の近鉄山田線の差は歴然です。 JR 東海は快速三重を名古屋方面に走らせていますが、近鉄の利便性にはかないません。運賃は快速三重の方が多少安いようですが、多くの旅客は近鉄を利用しているようです。松阪駅には紀勢本線の他に名松線も乗り入れています。名松線はここで分岐し、しばらく紀勢本線と並走します。しばらく続いた名松線との並走はここで終わりを告げます。松阪駅から2つ目の駅、高茶屋に停車中です。下り特急列車の通過待ちを行います。1分ほどお待ちください。まもなく下り特急列車通過いたします。亀山行き普通列車は阿漕駅に停車し、次の津駅に向かいます。近鉄電車とすれ違いました。左手に走っているのは近鉄名古屋線です。津駅まで紀勢本線と並走します。亀山行き普通列車は間もなく津駅に到着します。隣の架線は言うまでもなく近鉄名古屋線です。快速三重は心津駅から伊勢鉄道伊勢線を通って名古屋方面に進みます。亀山行き普通列車は津駅に着きます。Thank you.
もうすぐ亀山駅に到着します。亀山駅は JR 東海が運営する紀勢本線の起点で、 JR 西日本が運営する関西本線との乗り換え駅です。関西本線の名古屋からここ亀山までは JR 東海の管轄です。ここまで大阪難波駅から近鉄で松阪駅までと、松阪駅からJR 東海の紀勢本線で亀山駅までをご紹介しました。いかがだったでしょうか。近鉄特急も良かったけど、単線非電化の紀勢本線は楽しかったね。そうだね。次は JR 西日本の関西本線を乗り通せで、 JR 難波駅までの道中をお届けします。お楽しみに。ご視聴ありがとうございました。以上、アルバトロスと J でした。当チャンネルでは主に鉄道による旅行に関する動画を公開しています。当チャンネルがお気に召しましたら、ぜひチャンネル登録をお願いします。それでは次の動画でまたお会いしましょう。また見てね。